皆さん、こんにちは。本日、再びサー・ピーター・パーカー・ウォーズに出席することができ、大変光栄に存じます。本日のテーマとして、チームワークについてお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。数年前に日本の高校で勤務していたとき、私は新学期に備えて、 職員室の模様替えをしている教師たちを見て驚きました新学期の体制に合わせてすべての机を再配置する必要があってお大変な作業になるはずでしたところが誰の指示を受けることもなく教師たちは協力し合ってその作業をあっという合間に済ませてしまいました その時私は初めてチームワークという言葉の大切さを思い知りました。私は現在、ラフパラ大学において、学生サポートセンターの責任者を務めております。4年前にこの仕事を始めた時あることに気がつきました。それは、それぞれのチームの構成員が、は 大変優秀であることにもかかわらず、協調性の面では何かが欠けているということでした。自分の同僚が何やっているのか、誰が助けを必要としているのか、そういったことを察知する能力が全体として劣っているように感じました。我々は一人では一滴の炉にすぎないが、 集ままれば大会となるという言葉がありますチームワークはどのような組織であっても必要不可欠なのです。私が自分のチームを見てどのようにチームワークの考え方を熱っつかせようかと悩みました。そこで思い出したのが日本の高校での経験でした。協調生において、 日本人の右に出るような民族は思いつきません。彼らがチームワークに秀でているのには、いくつか文化的な理由があると思います。例えば、日本人はうよりも和を重んじるということはよく言われています。また、日本人の子どもたちが小さい頃から教えられる思いやりの精神も、この和の精神と相まって、 日本人の協調性にいい影響を与えてる気がします日本で働いていた頃には同僚とラジオ体操を毎朝行いさまざまな宴会に顔を出したまに時折山を登って温泉を楽しんでいましたしかしイギリス人の同僚に「一緒にお風呂入りなさい」って言ったら <laughs> 私が望んでいる結果は生まれないと思います。<laughs> ただ単に文化を模倣するだけでは、日本のようなチームワークが現在働いている組織に根つくとは思えないのです。しかし、日本の組織文化から何か学ぶことができるのではないかと考えました。いくつかの文化的な要素をイギリス流にアレンジすることで、 自分のチームを活性化できるか、できると感じ,感じました。具体的な施策として、現在のところ、3つを試しています。まず、日本人の情報共有のうまさに注目しました。会社における朝礼、回覧板など、日本の組織には情報を共有するための仕組みが、 緻密に用意されておりますこれらのシステムは同僚がどんな、どのような問題を抱えているのかなどを知るのに大変効果的です。これで私は週に2回の情報共有を目的とした5分間のミーティングを導入しました。次に関心を抱いたのが、日本人の仕事に対する柔軟な考え方でした。 イギリスでは個々の役割、責任がきちんと決ま,れば決まっているとき、組織の生産性が最大化されると考えられています。ところが、日本では固定されたジョブディスクリプションがあんまりなくて、職員は必要に応じてあらゆる仕事を 行うことが求められているのです私が日本で働いていた職場では、職員が数年ごとに別の部署に移動する配置転換という制度がありました。このシステムにはもちろん、職員が特定の業務のスペシャリストになるのが難しくなるというデメリットがありますが、これを売り返せば、職員が、 さまざまな部門の仕事に対する知識を持っているため、同僚が困っているとき、手伝いやすくなるというメリットにもなります。この配置転換のシステムは、イギリスでそのまま導入するのはさすがに無理だろうと考えました。そこで私は、各職種の業務内容を改めました。従来のものよりも、抽象的な業務内容を、 提示することで、各職員の仕事の幅を広げました。同時に、武将をまたいでの研修も積極的に行うことで、部門間の垣根を低くしようと試みています。最後に、私は日本の意思決定のプロセスからも学ぶべきものがあると感じています。私は、 机にかじりついて一日中臨儀賞の上に印鑑を押し続ける仕事は絶対にしたくないと思います <laughs> しかしながら組織で意思決定のプロセスを共有することによって組織内での目標設定が明確になりまた責任感を共有できるものと考えております私が日本にいた際には さまざまな上司にお世話になりましたが彼らと共に働いた経験は今改めて上司という役割についても考え直すきっかけとなりました名古屋国際センターに勤務していた時の上司は大野課長というとっても優しい方でしたしかし市役所から転送されたため国際的な業務に の経験が豊富ではなく英語も苦手でした職場の電話が鳴っても大野課長は絶対に応答しない <laughs> 外人出たらパニックになるからしかし彼はこの国際的な組織内での問題解決に多彩なアイディアを持っていたとは言えませんが 彼の役割は、彼自身が問題の解決などを見つけるのではなく、チームとして課題を解決できるような環境を整えることだったのです。私はこの考え方に共鳴し、できるだけイギリスでの仕事に生かそうとしています。最近では、私のオフィスのチームでは、チームワークは、 かつてないほど活性化されており、それは確実に私たちが提供するサービスの質の向上に結びついています。ただし、すべての問題が解決されたわけではありません。私はこれからも日本の組織文化に学びながら、イギリスの文化と融合させて、より良いサービスの提供、 職場環境の向上に努めていきたいと考えております些細な話でしたけれども皆さんご清聴ありがとうございました